どうしよう。もう3日も連絡来てない。やばい。まあでも私が悪いよな。私が悪いけど、言い過ぎちゃったけど、正直今も正直全然怒ってないし、でもなんて言えばいいんやろ、なんか気まずいよな、なんか気まずくなってる。3日やで。仲直りっていうか、問題自体は別に終わってるけどね。言い過ぎちゃって、なんでそんなこと言うんって言われたから、ごめん言い過ぎたって言って、正直もう仲直りしてるんかな。でも向こうからいつもやったら連絡来るのにこんだけ来てないってことは、これは仲直りできてないよな。向こうも気まずいと思ってんのかな。もしかして私がきつく言いすぎて、もう喋りたくないって思ってたらどうする？私がきつく言いすぎて喋りたくないと思ってる可能性もあるよね。なんか私が悪いから、私から連絡した方がいいんやろうけど、私が連絡すべきやな。なんかもうシンプルに喋りたいし会いたい、もうどうでもいい、もう喧嘩のことどうでもいいからシンプルに喋りたいし会いたい。でも怖い、怖い、電話すんの怖い。怒ってたらどうする？だってなんでそんな言い方すんのって。確かに、なんでそんな言い方、確かにな。電話するしかないから。焼き鳥食べに行こうって言って、ご飯とか一緒に行ったら機嫌直してくれるかもしれん。お出かけするのが一番いい、こういう時は。こういう時は変に家で気まずい空気で会うよりも、ちょっとあんまり険悪なムードになりにくいとこで、美味しいもの食べて、美味しいねっていう感じでいこうか。もう電話しよう。もうしゃあない。だってもう喋りたいし、普通に会いたいくし、しゃあないし。あ、ごめん。普通にこの間言い過ぎちゃったから、もう一回なんか謝っとこうと思って、ごめん言い過ぎた。なんかイライラしすぎて、いつもより
なんかいつもイライラしても別に抑えれるけど、なんかもうイライラが超えすぎてて抑えられへんくて、そうやってしまった、ごめん。そやけど、いや普通になんか怒ってんのかなと思って、あんまり最近連絡もなかったし、そういつも、なんか3日空いたやんか、なんかあんまりさ毎日ちょっとぐらいはさメールしたけど、そうなんかマジで期間空いたから、なんか怒ってんのかなと思って、怒ってるってか、なんか傷つけちゃったかなと思って、そう、ごめんほんまに。なんか今日食べに行く？今日空いてる？なんだろう、こないだ言ってたやつ食べに行く？焼き鳥、焼き鳥食べたいなって言ってたやん。今日行く？オッケー、よかった。じゃあ予約しとくね、一応。楽しみ。でも全部おごるし、なんか悪かったから出し出すし、いやいいよ別に、好きなもん食べたら、食べ放題でもいいよ。どうする？食べ放題にしとく？いっぱい食べたいんやったら。分かった。じゃあ食べ放題と飲み放題とでいいかな。何時？何時でもいいよ。別に早く始めて家帰ってまた飲み直してもいいし、別にいいよ泊まっても、明日仕事休みやし。楽しみ。わかった。じゃあ終わったら連絡して。だいたい6時とかにする？6時で行ける？6時に集合にする？刺激でいいと思う。 OK、 じゃあ予約しとくから。はい、またね。よかった、あんまり怒ってない感じやった。まあ、気にしてたやろうけどな、多分気にしてるけど、てか気にしてるけどちょっと気まずいし送りにくいなみたいな、お互い送りにくいなみたいな状態やったかな。やった、焼き鳥っていうか会える、お泊まりもしてくれるし、用意しよう、楽しみ。いや、その前に予約せない。
う。金曜日やからな、いっぱいやろうけど、もうこの時間やったら間に合うか。ギリギリ空いてそうやね。6時で約しときましょう。ふう。